熊城桜甲府人大桜の一人大桜は、山梨県北都市向川町、山高の実装寺境内にある江戸悲岸桜の老木である。国指定の天然記念物であり、天然記念物としての名称は、山高人大桜である。樹齢は1800年とも2000年とも言われ、日本語大桜、または三大巨桜の一つであり、1922年10月12日に、 国の天然記念物に1990年6月に新日本名木百選に指定された。日本穂高が統制の際にこの桜を植えたと言われており、13世紀の鎌倉時代に日蓮が樹勢の回復を祈願したとの伝説がある。1922年には国の天然記念物に指定された。当時は、 高さ13.6メートル、枝張り東西27.0メートル、南北30.6メートル、高さ1.5メートル地点の幹回りは10.6メートルあり、衰えが見られたとはいえ現在と比べればかなり樹勢はあった。しかし1930年に撮影された写真で、1907年に撮影された写真と比べて、熊城桜の高さや枝張りが小さくなっていることが、 確認されており、1948年には、あと3年で枯れると言われ、1951年に、撮影された写真では南側に張り出していた太い枝が腰して、さらに、熊代桜が小,が小さくなっていたことが確認されている。1959年には、台風でさらに太枝が折れてますます小さくなり、1984年には、ついに幹の上に保護用の屋根が架けられるようになった。 保護屋根撤去前の熊城桜この受精低下を受けて2002年に向川村教育委員会は日本下の会に受精衰退の要因を探るべく調査を依頼し同会は学識者からなる山高人大桜受精回復調査委員会を設けて調査に当たったその結果国の天然記念物に指定されて以降に行われたい質味の囲いと 過去いうちに二度森土を行ったことが樹勢を悪化させたことが判明し、特に1971年の二度目の森土が樹勢悪化を加速させたことが判明した。元より見物客の等圧で弱っていた根の上から厚い森土をしたため、根への酸素供給が立たれた上に、石が濃いいは清掃が行き届いていたため有機質の補給がなく、猫ブ線中病が蔓延していた。 さらに保護用の屋根の設置により根元が乾燥したことも、樹勢に悪影響を与えていた。そこで2003年から、日本下の会の設計と施工管理の下で、地元の株式会社、雲昌園が、樹勢回復工事に着手し、熊城桜,桜の周囲の土壌を取り除いた代わりに、土壌改良剤を混ぜた赤土で埋め戻して地表部には、養分と微生物に富んだ培養土を敷いた。 この結果、早くも、翌2004年には、新枝が前年の2倍の速さで伸び、葉の枚数も増え、根の発根量も目に見えて増えるなどの受精回復が認められた。そして2006年には保護用の屋根が撤去された。満開となった宇宙人大桜2008年から2009年にかけて、本桜を含む14種の花の種を、国際宇宙ステーションの日本実験棟、 希望に8ヶ月半滞在させた後に地球へ戻し無重力状態が発育に与える影響などを調べる実験が行われた。約120粒宇宙飛行した種のうち期間後発芽したのは2粒に過ぎなかったが、うち1本は宇宙桜として実装時で公開されている。この宇宙、熊城桜は2010年に発芽したものだが、2012年春に異例の速さで、 初開花し、注目を集めた。2017年3月、宇宙桜になった実を発芽させた二世樹が、岩手県広野町及び、福島県奈良波町に贈呈され、東日本大震災からの復興のシンボル、希望の桜として植樹された。その後も、同様に、2018年4月には、福島県浪江町及び富岡町に、2019年3月には、福島県飯舘村、 宮城県名取市に贈呈、植樹されている。熊城桜がある実装寺の境内には、三大巨桜の三春滝桜と薄墨桜から、それぞれの苗木が送られ植樹されている。所在地交通機関、ありがとうございます。